はい、ということで、あいにくの雨ですね。まだ今4時56分ということで、だいぶ朝方にはなるんですけど、あっちでの生活をいち早く始めたいということで、はい、今回朝早く出発を決めました、はい、ここの準備はもう大丈夫ですか？できています。できているそうなので、はい、あとはもう笑顔になるだけですね、はい、そのもう暗い気持ちで行くわけではないので、はい、名残惜しい部分はありますが、はい、そっちの方でも楽しくやれたらなと思います、はい、今その信頼できる友達の家に向かってます、はい、空港まではそいつの車というか、はい、そいつと合流してから行こうと思ってます、はい、まあ一旦そいつと合流するまでもうしばらくかかるので、合流したらまた皆さんとお話できたらなと思います。いい夜も。仲町兄弟、それが島の中。遅すぎてさ、ね、待って、沖縄の気分すぎない？島の中歌ってる人だる、まあ、やばすぎる。寝癖直しながら島の中流してたのバレんだろ。はい、ということで、まあ樹木屋さんについてきてもらうことになりました。何が？え、沖縄遊び行くだけやん。言うな、まあ、え、彼はそう言ってるんですけどね。僕たちはもうちょっと一回東京離れようということで。ちょっと待ってください。やらせ聞くなら僕は加担しませんよ。すいませんけど。これにやらせって何なの？これやらせですよね。やらせって何なの？ただの旅行のくせにタイトルで釣って。やらせって何なの？そんな楽しみでもないけどな。お前、四万十立てたくせに。朝から。時期はどうですか？行くにあたって。いや、全然俺は正直テンション上がってないよ。これぐらいの年齢になるとね、そんなちょっとだと離れるぐらいでテンション上がんない。沖縄の感じ出してた。何？ナンクルナイサー。正直迷ったもんね、眠すぎてやめようか。朝早すぎるな、うん、何度か脱ぎそうになったね。おいだるい。ちょっと待って、なんでこれ流れんのかって。ちょっとだるいってマジで。めっちゃマインド悪いよ。あんまスピード出すなよ。沖縄の車が遅いからだな。受けてるよ、マインド。沖縄の人70キロも出さんぞ。いいの、首都高だから。いや、マジで沖縄ってもう本当に遅い。遅いよね、うん、俺一回さ、一車線しかなくてさ、うん、遅すぎてさ、逆走して抜いたもん。マジで。マジで。おじさんは多分、抜いてって合図してくる。遅い、遅いから。超遅いんだよ、本当に。あ、自分から。そう、もうゆっくり運転するかも、抜いてって出して。すごいね。